丸、どうもゴージャガーデンです。はい、今回なんですが、うちね、一匹病気のモルモットがいるんですけども、医療費がね、めちゃめちゃ高いので、なんかできる範囲で節約していこうかなと思います。ということで、まず考えてた案1なんですけども、この前の動画にも出てたんで、誰か気がついてる人はいるかもしれないんですけども、こちらのじゃかじゃん、ちのちゃんがこちらの部屋にやってまいりました。あれ、チンチラって涼しい部屋じゃないとダメなんじゃないのって思う人いると思うんですが、私の部屋である程度ここと同じ温度で管理していたところ、特にね、1ヶ月以上かな、もっとかな、ずっと見ていて、特にね、食欲も落ちなかったし問題なさそうだったんで、同じ環境の部屋に持ってきました。なんならね、湿度はこの部屋のがなぜかないです。なぜか私の部屋よりここの部屋のが湿度はないです。なんでですかね。ということで、まずはちのちゃんをこの部屋に持ってきて、クーラー1台分これで節約しようって感じです。夏場はね、エアコン代はそこまでかからないんですけども、冬はね、暖房はめっちゃお金かかります。そもそもこの部屋が割と広くてエアコンの効きも悪くなってしまうから、電気代は上がるんですけども、この部屋はね、暖房を消すことがまずないのでね、じゃあここに持ってこようかなって感じです。あと、なんでちのちゃんをこの部屋に持ってきたかっていうと、私ほんと風邪ひかなくて、全然風邪ひかなくて、マジで風邪の苦しみわからない女だったんですけどもはい、この前久々にね、風邪っていうかコロナになりまして、思ったのは、チンチラと一緒に寝てたんですけども、チンチラって毛がね、すごい細かい、めちゃめちゃ細かくて、ふわふわともう空気中に飛ぶような感じなんですね。でプラス、チンチラって毛がほんとほわほわで、一本の毛穴からもう毛がね、バーンってもう100本以上生えてるんですよ。なんでね、ほんと毛の量が多くて、ふわふわな毛を維持するために砂浴びをするんですね。それで砂浴びをするとね、その砂が舞うんですよね、部屋とかに。だからなんかこういうところとかツッてやると、もう砂がねついちゃうんですよ。そんくらい砂も舞ってて、しかも私、床ら辺に寝てるんで、床の高さ15センチ圏内って結構ね、ほこりとかが舞いやすいらしいんですね。それでね、コロナになって分かったのは、コロナって喉とか肺とかの、まあ、病気風邪ちょっとパワーアップ版みたいな感じじゃないですか。多分ね、あれまだ私は軽症だったからいいとは思うんですけども、冬場で乾燥してて、でさらにね、もっと悪化してたら結構ね、喉が辛いんじゃないかなって思いました。だからね、そういうのも多分体に悪いし、エアコンの空気で多分ほこりも毛も砂も舞うんで、なんかね、私この部屋にいる時よりも自分の部屋で休んでいる時の方が咳がめっちゃ出て、横になるとその副交感神経とか、なんかそういう神経の関係でなんか気道が細くなって咳が出やすいとか、そういうのもあるとは思うんですけども、やっぱ明らかに自分の部屋にいる時だけ咳がすごい出たんで、なんでこんな出るのかなってよくよく考えると、やっぱ床で寝ているのとチンチラの毛とか砂とか、そういうのが原因なのかな、あと乾燥かなって思って、そういうのもあって下に下ろしました。まあ、なんでせっかくね、その具合が悪くなって休んでるところで咳込み出したら意味ないじゃないですか。結構体にも負担だし、私咳するのめっちゃ嫌いで、なんか体全体で咳するから疲れるじゃないですか。万が一またちのちゃん暑そうだなって感じたら上に上げます。それはそれで後で対策するか、私が我慢します。あとはね、やっぱその毛が細かいとか砂とかの関係でね、アレルギーになってもね、嫌ですからね。そういうなんかいろんな意味も込めて下に連れて行きました。はい、ちのちゃんハウスです。ちのちゃん、今こっちに来て2日目ですね。どうですか、大丈夫そうですかね。かわいいね。ちのちゃん、これから多分
よく映るからよろしくね。ね、ねんねちてたの。ねんねちてたの。かわいい。何も見えてません。はい、相変わらずもうカイカイは大好きですね。なんかうちの助手のヘルニアさんにはすごい敵をあらわにしてるみたいなんで、今度撮れたら撮ってみます。しまっちゃん、はい、しまっちゃん、はい、ぶい、止めた、こっち、はい、ぶい、うわ、ぶい、うわ、うわ、しまっちゃん、めっちゃ怒ってるじゃん、しまっちゃん、じゃん、ぶい、ぶい、うわ、蹴り入れられてません？蹴り入れられてない。入ったって言ったの。いや、絶対威嚇されてるよ。私にそんなことしないよ。しない。ハイタッチを教えた。ゆうちゃんね、そんなことしないよね、私にね。あれ、ほら。はい。ね、しないよね。ちょっと指入れてください。指入れられる？怖い。怖い？怖い。怖いなんてことある？うわ、怖っ。そんなことするんだ。知らなかった。嫌われてるんだね。嫌われてはないんだよ、これが。そうなの。カイカイはチノちゃんは誰でもウェルカムだからね。そうなの。別に嫌われてないと思うんだけど。そう、遊ばれてるってこと？そう。本当？来たなこの野郎みたいな。来たなこの野郎、遊んでやるでって？遊べ。遊べ。そういう感じ？チノちゃん、そんな一面があったんだね。この足をずっとね、ちょんちょんやってた。ああ、それは怒るね。やめろって言いつつ手を出してくる。それ多分怒ってるよ。嘘。ほんと。ちのちゃん。ちのちゃん。ちのちゃん、はい。ちょっと指こうやって入れてくださいよ。怖いです。怖いんですか？怖いです。多分噛まないけど怖いです。怖いんだ。噛まないで終わると思うけど怖いです。ここにちのちゃんが来たので、レイアウトをね、変えてみました。ここにね、グレタンで、ココタンのお家はここの手前に来ました。で、隣がノイちゃん家です。で、あとはジェックスさんからいただいたこのグラスハーモニーシリーズのハーモニーサークルをここにやってみました。チンチラの、チンチラの散歩スペースのために背の高い網を並べてたんですけども、結局ね、意味がなくて、90センチぐらいだと簡単にね、飛び越えられちゃうんでやめました。全部取っ払ってこの背の低いのにしました。こういう感じでバリケードしてモル広場があります。はい、キリちゃん、キリちゃん、キリちゃんさん、キリちゃんさんに、ね、おやつじゃないよ、キリちゃんさん。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。